じゃあよろしくお願いします。はい、どうもお疲れ様でした。はい、じゃあまあ今日のちょっと感想一言ずついただきたいと思います。じゃあ藤田さんの方からお願いします。はい、去年に引き続き2回目の参加だったんですけど、今年もここに並べるっていうことはすごい素晴らしいことなので、すごい嬉しいです。以上です。はい、じゃあ、はい、今日初めての参加で、もうすごい綺麗なお着物も着れて、もうすごい嬉しいし、しかも今日ドクター X が放送されます。私の女優デビューです。宣伝いきなりしたけど。いきなりすごい。なので本当今日は大切な一日になりました。はい、じゃあ高橋さんお願いします。はい、今日はすごい晴れてて、天気も良くて気持ちよくて、すごい楽しみにしてたので、すごい今日は楽しんで帰りたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ本田さんお願いします。はい、素敵なお着物を着れて、今年は12月だけでもお着物着るのが6回目ぐらいで、すごい嬉しくて、お母さんが自分で着たりとか着付けたりできるので習ってみたいなと憧れてます。京都に住んでるので、お着物が似合う女性になれるように頑張ります。ボーリさんお願いします。はい、もう今日は本当に無事晴れて、私もうなんだかんだ18くらいから参加させていただいて、参加させてもらってるので、結構いろんな天気の時に本当に今日はでも一番今までで一番暖かいですし、晴れてますし、本当にお着物もみんなも入るんじゃないかなってすごい思いますし、気づいたら一番上の一番お姉さんってすごい言われまして、ね、しっかりしなきゃなと思いながら、まだ全然ダメだなとも思いつつ、ただフレッシュな10人って書いてあったんで、私まだそこに参加していいのかなと思いながら、フレッシュさを頑張って出しながら今日は楽しみたいなと思ってます。じゃあ西本さんお願いします。はい、こんだけ同じ事務所の皆さんと集まれるのは今日というか、年末ならではっていう感じがするので、今日はすごく楽しみにやってまいりました。あと自称晴れ女なので晴れてほっとしています。最後まで楽しみたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ小島さんお願いします。はい、もうとにかくもう1年が過ぎたんだっていうのがすごく強いです。なんか本当に去年の晴れ着撮影がついこの間みたいで、もう年末なんだなっていうのがすごくびっくりしてます。でも天気にも恵まれて綺麗なお着物を着せていただいているので、楽しんで帰りたいなって思います。はい、じゃあ岡田さんお願いします。はい、今日大好きな西前庄司さんのお着物を着れたことがまず嬉しいのと、こうやってオスカーの皆さんと一緒に肩を並べられるのは本当にオスカーに入れていただけて嬉しいなって今実感しております。そして自分だけがちょっと色が黒めなので、レフ板が欲しいなってすごく思います。はい、今日は楽しみたいと思います。ありがとうございます。じゃあ井頭さんお願いします。はい、私は久しぶりのこの晴れ着撮影会の参加で、すごい昨日ドキドキして2時ぐらいまで寝れませんでした。すごく楽しみにしていたので、今日は精一杯このお着物と、この撮影会を楽しみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後これです。はい、2017年は本当にいい年で、本当にたくさんの経験をさせていただいて、でこの晴れ着撮影会で2017年を締めくくれるということを本当にもう感謝と嬉しさでいっぱいです。楽しんで帰りたいと思います。ありがとうございます。次はですね、今年が皆さんにとってどんな1年だったかっていうことと、来年の抱負をお一人ずつお願いします。ではよろしくお願いします。はい、2017年は本当にいろんなことさせてもらって、でやっぱモデルのお仕事とかでポップティーン卒業してビビに入ったりとか、自分の中ですごい怒涛の1年だったかなって思います。2018年はやっぱりそれを超えるような皆さんに驚いてもらえるようなことを頑張ってお仕事見つけたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、
2017年はその国民的美少女コンテストでグランプリをいただけて、もう本当人生がもうぐるって変わった1年でした。で2018年はいろいろなことにチャレンジして 120% の力を出し切れるように頑張りたいと思います。2017年は自分自身東京に上京してきたり、高校生になったり、初ドラマに挑戦したり、とても新しいことがたくさんあって、やっと今年上京できたので、なんかやっとスタートラインに立てたなっていう気もしたので、今年というか2018年はもっと努力をたくさんして、今年学んだことを発揮できるような年にしたいなというふうに思っています。2017年は悩んだりとか苦しかったりすることがあって、今までこう当たり前にできてたことができなくなったり、自分の夢を考えなきゃいけないのかなと思った時でもあったんですけど、スケート靴脱ぐ勇気もなくて、お芝居をやめる勇気もなく、両方頑張ってる自分が好きだなと思ったので、2018年はホップ、ステップ、ジャンプのステップとジャンプを頑張れるようにしたいです。2017年は本当に前半は作品いっぱい出させていただいて、その中でも本当にいろいろ新しいこと、新しい役柄だったり新しいことに挑戦させていただけて、本当にまだまだ人としてもまだまだ成長が足りないなっていうのをすごく実感しました。そして後半で久しぶりにお休みが多くなって、自分を改めて見つめ直す時間がすごく増えて、自分のやりたいことだったりとか、今までなんかこう忙しいからとか時間がないっていうのを理由にしてやらなかったことにチャレンジできる時間が増えたので、本当にそこは、25歳になったっていう節目もあったので、すごくそこはなんか楽しかった1年だなとも思いますし、まだまだ人としても役者としても成長できるんだな、吸収いっぱいしていきたいなって思った1年だったので、2018年は本当に今年吸収できたこととか学んだことを生かせるような人になっていけたらいいなって思います。はい、2017年は自分の素っていうものを知って、素直に生きれたなっていう気がしてます。っていうのは20歳になって、役柄ではあるんですけど、髪の毛を、長かった髪の毛を30センチバッサリ切ったことによって、実は小さい頃と同じ髪型になったんですね。で、今まで大人になろうってしすぎてたんですけど、髪を30センチバッサリ切って子供の時と同じ髪型になったことによって、もう自然体でいいんだって、子供のままで誰かに頼ったりとか甘えたりしていいんだって思うようになって、そこから自分の素っていうものが見えた気がします。2018年はとはいえもう21の年に差し掛かるので、ほんの少しだけ大人になるために、自分の人生の選択、大きい小さいあると思うんですけど、その選択っていうものを意思を持って、やっていきたいなって思います。慎重に丁寧にでも大胆に生きていきたいなって思います。はい、私の2017年はとにかく縁を感じる年でした。以前一緒にお仕事させていただいた方から、もう一回違う役柄で一緒にお仕事したいって声をかけてくださる方が、多くて、すごくつながってるんだなって思ってすごく嬉しかったんです。なので2018年もそうやって人とのつながりとか作品との出会いを大切にして、一つ一つの役にしっかり向き合っていきたいなと思います。はい、2017年はいろいろあったんですけど、周りの人にすごく生かされた1年だなってすごく思いましたし、昨年の晴れ着の時に、芸能人である前に人としてありたいなって思ったのをここの場で言わせていただいたんですけど、それもちゃんと意識して、人としてというところを心がけて、生きれたんじゃないかなと思います。2018年は、周りに生かされた年じゃなく、自分を生かし周りを生かせたらなと思います。そんな1年になるように精進してまいりたいと思います。はい、2017年は本当に新しいことにたくさん挑戦した年でした。その中でも一番大きかったのは、朝ドラのべっぴんさんに出させていただいたことです。15歳から40歳までという、あ
幅広い役を演じさせていただいたり、すごく難しく悩んだ時期でもあったんですが、これをきっかけにステップアップできたと思うので、2018年ももっともっとお芝居をしていきたいですし、この経験を生かして来年はもっと役と向き合って、たくさんの作品に出たいなと思います。はい、2017年は、ドクター X に女優デビューをさせていただいたことが本当に大きくて、本当に先輩方とかたくさん支えられたので、2018年にその学んだことを生かせていけたらいいなと思っています。2018年は東京オリンピックがあと2年に迫ってきているので、私の注目している空手をもっとたくさんアピールできるように頑張っていきたいなって思っています。